はい、皆さんこんにちは、村長です。来ましたね、スタジオ1のバージョン 5.4、 これのアップデートが2021年9月15日に行われました。今回の目玉は何といっても Mac の M1 チップにネイティブ対応したということでしょう。ただし僕の方は Mac を使っていません。まあそれはいいとして、半分以上いてるだろう Mac ユーザーさんにはとっても朗報なことです。今日はたくさんのアップデートの機能の中で何回かに分けて解説動画を発表していきたいと思いますが、3つの便利な機能を今日はお話ししたいと思います。1つ目は CPU の効率化です。 CPU がスタジオ1で使われるプラグインが効率よく CPU を使うようになりました。アクティブでないプラグインはしばらくお休みモードになって CPU を解放します。これが1つ目です。2つ目の効率化はミックスダウンの時の効率化です。これはミックスダウンをするときに、通常は WAV のファイルもしくは MP3 にする、そのようにして書き出しをしていたんですけれども、今回からそれを同時にできるようになりました。通常2つ分ということは2倍の時間がかかるんですけれども、それがかなり効率よく書き出しするようになりました。今日のお話の3つ目は、前回からスタジオ1が何かの理由でクラッシュした時に、クラッシュレポートということで次立ち上げた時は、そのまま通常モードで起動するか、もしくはプラグインを抜いて起動するとか、そういう選択ができるようになり、便利だなというふうになっていたんですけれども、ただそれは確認だけのことでした。今回からはどうしてクラッシュしたかということを、スタジオ1の開発の方にその場でメール転送をし、自分のシステムとかその時の状況をうまくレポートできるようになったという、その3つの便利機能をお話ししたいと思います。それでは解説をスタートします。プラグインナップと呼んでいますけれども、通常パフォーマンスメーターは表示メニューからパフォーマンスモニターを選択します。するとこういう小さめのダイアログが出るんですけれども、デバイスを表示というふうにすると、使われているプラグインの状況とかがこのように見えます。これは今までもずっとあったことなんですが、新しい機能としまして、プラグインのスリープを有効化、このセクションが増えました。これにチェックを入れると、ここでアイコンが月のマークのようになりましたね。これもう一度外しますと、すぐには反応しません。こうやって計算をして、しばらく数秒経つとマークが元に戻ったり、もう一度入れると、はい、このように今使ってないよみたいな形になります。このプラグインナップに対応したプラグインもあれば、そうでないものもありますが、アクティブに動いていない時はこのように月のマークになって、ちょっとお休みモードみたいになります。音を再生するとこんな感じになります。はい、このように動いたらお月様がなくなりました。また止めます。止めましたら、しばらくしてるとまたこのように月のようになります。こうしてなるべく CPU 負荷がないように、今回から便利な機能として、日本語ではプラグインのスリープ化ということで、それを有効にしておくと、このように CPU を効率よく使ってくれます。はい、次はミックスダウンの時のお話をします。
今回のバージョン 5.4 からミックスダウンの時にファイルを一つだけじゃなくってこの画面で MP3 と WAV ファイルを一緒に書き出すというようなことができるようになりました。 WAV の方は441の16ビット、そして MP3 の方は同じく441のビットレートは 320kbps、 これで同時に書き出したいと思います。ちょっとやってみたいと思います。 OK。 はい、上の2つが今書き出したファイルです。 MP3 と WAV と両方一緒に出来上がっています。この機能なんかも単純なようですけれども、 MP3 は例えば Facebook のメッセンジャーで送る、正式な文は後でギガファイル便で送る、そういうような使い分けができそうです。はい、次はスタジオ1がクラッシュした後の画面です。一つ前のバージョンからこのようにエラーが出た時は通常起動するのかオプションで起動するのか、それを選べるようになっていましたが、最新のバージョン 5.4 では左の方にこの緑のボタンができるようになりました。ここを押すとこのような画面が出て、クラッシュのレポートとか、そしてアプリケーションのログファイルとかをスタジオ1の開発人に送ることができるようになりました。 OK を押して送ってみます。はい、このように送った後はそのレポートがこのようにこちらのホルダーにもログが残るようになっています。このログは圧縮ファイルになっていまして、これを一度開けてみます。そうするとこのような 1,2,3,4,5,6,7,8 このような形でログが残っています。少し開けそうなテキストファイルを見てみます。こういう形になっています。ここにウェブのファイルがあります。これ開けてみましょう。これはシステムインフォメーションが HTML 形式で出てるんですね。僕の基本的なシステムやスタジオ1のバージョンなどが記載されています。はい、今日は3つに絞ってお話をしましたが、残りの素晴らしい機能も近日中に皆さんにご報告できるようにレポートをしたいと思います。ぜひともスタジオ1のバージョン5をお持ちの方は無料でアップデートできますので、ぜひともバージョン 5.4 を使って効率よく音楽制作をしていただくようにお願いします。ありがとうございました。村長でした。